How's going, guys? この番組は元メディア出身の侍ジャパンがお送りする。さあ、今回はシチズンシリーズ8の決戦投票。うわあ、楽しみですね。今回はもちろん私はカウントしていません。まあ大体はもちろんね、コメント皆さん、拝見しますけれども、数えていないんですよ。ですので、すっかり忘れています。大体結構接戦になっていますので、今回は面白いですね。勝負は2つのモデルですよ。この、まあ、省略して1010シルバーですね。そして1015グレート、それからこのダイヤルには白蝶貝と網目模様を使った切り絵のシチズン、こちらは、ゴールドバリなどを使用したモダナイズな感じの時計となっています。それでは早速行ってみましょう。あ、その前に、シズンの公式で最新の動画がアップされていますので、まあ3日ほど前ですね、この撮影時点で。ちょっと見てみましょう。数十秒で終わりますが、どうぞご覧ください。8年の時を経て再び始まる新復活モダンに、最新動画です。飾るのではなく削ぎ落とす。削ぎ落とす、なるほど。その引き算の美意識を継承しながら、うん、今求められる佇まいと性能を実現。はい、デザイントレンドっていうことですね。第2種対峙性能で、これだけ種類がありますが、8年の時を経てシリーズ8が再び動き出した。再び動き出した。それで今回は、投票はもちろんこのオセロを使っていきますね。1票1個ですね。で、ただこれ接戦になっていますよね。で、私もまだ見てないと、数えないんですよ、あえて。私もびっくりしたい。ということで、今回はちょっと試行錯誤しまして、どのような試行錯誤かというと、もうごちゃごちゃになってますね。はい。このように、隠れて、の、最後に発表すると、じゃ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 んみたいな感じで積み上げて、イメージわかりますか？なので、今のところ、途中経過わからないと。この方がドキドキしませんかね。はい。そして、その最終結果が私の購入に決まってしまうという無謀な企画です。一応初めての方に、まあ、ざっくり説明をしています。投票で私の購入モデルを決めるということです。シンプルに。では早速コメント投票参りますよ。ありがとうございます。たくさんいただきましたよ。は、ライジングサンさん。1015グレーに1票。こちらですね。ありがとうございます。そしてトリスタン K ガレージさん。1015グレーに1票お願いします。入りましたね。次が、G マニーさん。1010シルバーが爽やかでいいですね。左ね。読んでから入れましょうね。ちょっとね、うっかりわからなくなることがあるので。そして次が、千賀寺さん。おはようございます。幅広く使いたいので、1010シルバーが良いですと。おー、接戦ですよ。こういうのが楽しいですね。そして、次は C 定食さん。グレーの1015に1票お願いします。個人的に購入するなら無難に使えそうな1010シルバーですが、グレーの PVD コーティングなのかアルマイト処理なのかよくわかりませんが、文字盤と合っている気がしましたしと、右側ですね。使い込むとどうなるのか興味ありますと。入れますよ。うん。ペガサスとシシさん。870に票を投じて1回戦敗退しましたが、やはり830の勝ち上がりでしたか。笑い。しかし前回の3択よりも迷います。ああ。そして前回同様迷うということは、高い方を選ぶのがアタスの美学。美学。そうですね。よって1015にグレーに1票と。そして余談ですが、結果発表を見てるときに心臓がかなりバクバクしたんです。
いやー、いいことですね。ドキドキ感。なんでだろうと自己分析した結果、小中高の運動会の結果発表と重ねていたのでしょう。12年間一度も優勝できなかったあの諦めの境地で結果発表を聞く感覚、久しぶりに思い出しました。笑いと。あー、赤組白組とか、ですよね。はい。で、1015終わりましたので、こっちに入れますよ。次は、なおさん。1015が個性的で良いですね。でもこの価格帯だと、現実にはこれ一本だけという方もいらっしゃるのでしょうから、余計に悩ましいですね、と。そうですね。とは言っても20万円前後ですよ、両方とも。はい。右側の方が1万円高いです。20万9000円。ということなので、本当におっしゃる通りですね。そうですよね、なおさん。次に参ります。松島さん、文字盤の網目が引き立つようなので、101でシルバーに一票しますと。で、まだ入れてませんよ。で、一件の返信がありまして、追伸でおはようございます。昨日、銀座6の、シズンショップに行ったら、シズン8のムーブメント抜きの実際の全種類展示されていました。実機はどれを選んでも失敗はないと思える質感でしたよ。私も侍の後に続いて買っちゃうかもということですね。はい。101シルバーに1票いきます。なかなかの接戦で本当に面白いですね。私もワクワクですよ。はい。次は、S小沢さん。シルバーの方が夏っぽい気がするので見てみたいですということで、シルバーこちらですよね。入れます。そして、横尾さん。双方魅力的で迷いますが、1015グレーに一票です。近年のシチズンはブラックアテッサに似て黒い時計を売りにしています。はあ、はあははあ、また昨シードでは金張りモデルも少なくありません。光子と白蝶貝、グレーと金、そして八角形、シチズンの本領発揮になるか、はたまたやるすぎになるのか、楽しみです。まあでもこのブランドのデザインといいますかね、コンセプトに統一感があるのは非常にやはりわかりやすいと思いますね、個人的に。で、1015なので入れますよ。ありがとうございます。それから、ケイスさん。近年のシチズンは、サタライトウェーブやアテッサを見ると、ラインナップ前の最上級機種は、黒系ケースとローズゴールドバリの組み合わせが多いですね。なので、今回は、1015グレーに一票と。わかりました。ありがとうございます。いや、本当にそうですね。そういう傾向。はい。ありがとうございます。次は、リンダさん。101のシルバーでーす。と、シンプルにいただきました。ありがとうございます。入れましたよ。シルバーね。次は、トゥニーヒロさん。サムライジャパンさん。動画アップ お疲れ様です。所有本数の少ない中から選ぶなら、定番の1010ですが、バリエーション増やす意味も含んで、1015が良いですね。と、なるほど。まあ、シルバー色と言いますかね。いわゆるステンレスのその素材感。やっぱり定番ですよね。はい。それから、ふみたさん。1010に1票です。インスピレーションです。直感です。ということですね。実物のダイヤル、網、早く見てみたいですね。と。実物のやっぱり輝きみたいなのね。光の加減ですとか。まあ、いろいろやりたいと思います。入れますね。入れますねってね。なんかちょっと年寄りじみてきましたが、奈良市の津田沼さん。子供が私立高校と私立大学に通い、倹約が必要な中、コロナ禍の単身赴任の寂しさから、半年で2個も買ってしまったのに、いろんな時計が気になります。1010に1票お願いしますと。なるほどですね。これは、そうですね。悩めるパパの、そして単身赴任の寂しさ。これはね、なんとなくわかりますよ。メンタリティの満足感と、あとは物質的な満足感ですかね。そういうのあると思うんですよね。私もよくわかります。もう単身赴任長いですから。はい。入れましたね。で、次は、ニアリ組長さん。1015グレーでと。ブラックケースじゃなくて、グレーってのが惹かれと。そうですね。真っ黒ではないんですよね。早く現物を見てみたいです。動画で教えてもらった文字盤の色味、インデックスのゴールド色のディテールの違い、ますます1015グレーだなって思いましたと。どうかな、今んとこグレーが強いかな。まあ、後々行きましょう。そして杉山さん、ブラックにゴールドバリもダンディーですが、後ろの文字盤がより引き立ちそうな1010シルバーに一票入れさせていただきますと。なるほど。皆さん結構ね、本当に考えてくださっているので、モチベーション上がりますよ。はい。
TKO さん、いよいよ最終決戦ですね。そうなんですよ。シルバーモデルも素敵ですが、イメージしやすそうなので、ここはあえてキャラが立っているグレーモデルということで、1015グレーに1票です。よろしくお願いしますと。なるほど。まあ、キャラ立ちと。うん。まあ、それも大事ですよね。はい。そして次は第3ですね。こうおつつけがたいですが、ありがとうございます。ここは1015に1票をと、文字盤の色味がこちらの方が好きかもですと、要はグレーの方ですね。入れますよ。吉田さん、お疲れ様です。ありがとうございます。ぶっちぎりで83デーに決まりましたね。ピサのシャトーみたいに積まれましたね。あー、前回のね、フラフラでしたから、もうそのぐらい圧倒的な人気でしたね。この83デー。今回は101デーに1票です。ところで、チャンネル登録者数1が3つ並べましたね。あー、そうでしたか。あんまりね、見てないんですよ。見てないって言うと嘘になりますけど、あんまり気にしてないもんですから、ありがとうございます。吉田さんいつも、区切りのところで教えてくださるんですよ。で、それを私も見て、あっと思ったりして。で、まだ入れてないですよね。1010に1票ですと。はい。それから、和弘さんですかね。いつも楽しく拝見してます。1015が素敵ですね。ということで、こちら入れますよ。あ、ぷにょんぺんぴーさん、101ですかねと。1010ですかねということで、こちらのシルバーです。入れました。TP 佐藤さん、お疲れ様です。ありがとうございます。迷わず1015グレーに投票します。迷わず。スーツの袖口からグレーが見え隠れすると、時計好きとしては思わずじっくり見たくなるのではないでしょうか。あー、なるほど。例えば他人の方、まあ、対面する方とかですね。うん。どこのブランドの時計だろうか、と想像力をかき立てられる思う、と思います。僕は思わずどちらの時計ですか、といきなり質問してしまうかもしれません。まあ、それもね、会話の糸口としていいですよね。いわゆるアイスブレイク的な、もし初めましてでしたらね。ということで、入れますね。1015グレーに投票ということですね。ちょっと1015強いかな。あ、でも、杉本さん。1010シルバーに1票。1010シルバーに1票。もうダブルできる。いやーもう気合入ってます。ありがとうございます。いつも楽しく視聴させていただいています。嫌味のない、キラキラならば、これもビジネス時計購入の候補となりそうです。笑いと。いや、本当にそうですね。1010。まずは入れますよ。はい、入れました。うん。まあ、嫌味は本当にないですよね。スッキリしてて。はい。次は、アリスさん。改めて、ネットで画像をいろいろ見て出た結論は、1010シルバーですね、と。なるほど。皆さん、本当に、すごく見ていただいて。ありがとうございます。そして次が、23。ちょっと漢字が読めません。ごめんなさい。はい。1015、一票ということで、入れました。あ、コージーさん。かなり迷いましたが、1015でお願いします。シチズンお得意のブラックのチタンではなさそうですね。そうですね。これは、とりあえずはステンレスモデルですね。チタンモデルももちろんラインナップありますが、これに関してはステンレスモデルとなっています。ただ私もそうですが、サムライも濃いグレー系の時計は珍しいかと思いましたので、ファッションや時計ライフのアクセントになりそうだと思い、1015にしましたと。なるほど。そう。次はヘドロマンさんです。1015グレーに1票です。文字盤の色が素敵だと思いました。ありがとうございます。入れました。あ、そう。最後に、ヒハさんのコメントをご紹介します。おそらく、これ私のちょっと責任でもありますが、ちょっと間違えて、期限を区切っていたんですね。ですので、しばらく、まあ、私もパッと読みまして、拝見して、消去してらっしゃったんですよ。で、まあ、このような感じだったかなと思いまして、せっかくの一票ですので、入れさせていただきました。ありがとうございます。1015グレーお願いします。時計店で実物見ましたがと。はい。すごくかっこよかったですと。ぜひともねっちりとデビューしていただけ、ねっちりと。はい。で、入れますね。はい。で、これで最後ですね。ですので、全部で、30件いただきましたよ。さあ、それではどうでしょう。どのように数えるかちょっと考えてからやります。それでは開票へ行きましょう。うわー、
緊張の瞬間ですね。そしたらまずは左側から行きましょうね。左、右と。これはまず中身がこのような感じになっています。出しましょう。じゃらじゃらじゃらっと。で、これで空っぽですね。ちょっと外に置きましょうか。そしてちょっと並べます。白、白、白、白。うわー、なるほど。30件のうちこのあたりになりました。はい。それから、右側のグレーですね。いきますよ。どうかな？わかっちゃいますかね？もしかして？おーっと、もう、出ましたね。はい。このような形になりまして、まあ、割と接戦でしたよね。で、定番のシルバー、新鮮なグレー。で、結果は、この右側のグレー文字バント。209,000円。1万円高い方ですよ。いやー、大丈夫ですよ。多分。はい。で、そうしましたらね、これから、まあ、早速、まあ、時計店に予約等々、まあ、入荷次第購入ということで、そして、また、レビューを行ってまいります。そして、ロングターム、あとは、精度ですね。予定ではありますけれども、精度マラソンですよ。10日間にわたりと、いうことで、これもいわゆる、この、実測、腕につけての実測ですね。今回はこれはフォルティスですね。アマディ20。これ非常に使いやすいですね。やっぱり軽いですよ。これ見た目はドーンとしてるんですけど、やっぱり素材がチタンなので、ちょっとご紹介になるんですけど、このように、もうオメガであるとか、まあちょっとオメガに近い部分がありますかね。内側でプッシュしてと。このような感じで、やっぱりね、各社、インプルーブ、していますよね。ですので、やはり、もう、今となってはアジャスト機構必須になってくるのかなと、会話的な、コメントでも結構ですので、コメントはもちろんお返ししますので、ぜひぜひ、お気軽にくださいね。どうしても表の数をきっちりと数えないといけないので、私もちょっとね、真面目腐ってやっていますけれども、実際のところとっても楽しいです。はい。結果は右側の1015モデルに決まりました。うわー、もう自分で効果音じゃなくてうわーって言ってしまうというね。そういう感じで参りましょう。はい。それではまた投票いただきましてたくさんありがとうございます。本当に嬉しいです。もういいねボタンもぜひお願いします。あとは、まあ、あんまり今まで申し上げてなかったですけども、やはり登録、チャンネル登録ですか。チャンネル登録よろしくね、という分、うん、これも大事だなと思いまして、一応申し上げたいと思いますね。はい。それでは今回は以上となります。それでは皆さん、お元気で、明日も行ってらっしゃい。